ウェード・ボックス、ウェード・アンソニー・ボックス、ウェード・アンソニー・ボックス、1958年6月15日帯は、アメリカ合衆国ネーブラスカ州オマハ出身の元プロ野球選手のドラフト会議で、ボストン・レトソックスから7巡目に指名を受け、入団。長打こそ少ないもののマイナーリーグ時代から高い、打率と出塁率を記録した。2トリプル A 級ポータケットで打率。 335、出塁率、437を記録した。4月10日のボルチモアオリオールズ戦で、メジャーデビューを果たす。当初は、代打での出場が多かったが、6月後半からは、レギュラーに定着。規定打席には足りなかったが、打率、349を記録し、ルーキー・オブ・ザ・イヤーの投票では、カルリ・プケン・ジュニア、ケント・ハーベックに次ぐ3位に入った。 は打率361リップ券に次ぐリーグ2位の210安打を記録し首位打者のタイトルを獲得。出塁率444もリーグトップで初のシルバーアスラッガー賞も受賞した。2はオールスターゲームに初出場し以後11年連続で選出された。同年は後半戦で打率395を記録しシーズン通算で打率。 368、共にリーグトップの240安打、出塁率450を記録し、2年ぶりの首位打者を獲得。MVP の投票では4位に入った。和打率357リーグトップの105支球、出塁率453を記録、2年連続の首位打者を獲得し、チームの11年ぶりの地区優勝に貢献。 カリフォルニア・エンゼルスとのリーグチャンピオンシップシリーズは、打率。233と振るわなかったが、チームは4勝3敗でエンゼルスを下しリーグ優勝。ニューヨーク・メッツとのワールドシリーズでは3勝2敗で、迎えた第6戦で3安打を放つが、ビル・バックナーのエラーで、サヨナラ負けを喫し、第7戦も敗れて68年ぶりの、ワールドチャンピオンを逃した。は打率。 363キャリアハイの24本類が89打点アップス1.049を記録し3年連続の首位打者2は本類打は5本に減少したが打率366いずれもリーグトップの45二類打125支球128得点出塁率476を記録し4年連続の首位打者を獲得する チームは2年ぶりの地区優勝を果たした。当時最強を誇ったオークランドアスレティックスとのリーグチャンピオンシップシリーズでは打率385を記録するなど活躍したが、チームは4連敗で敗退した。は打率330、キャリアハイの5 1二塁打、7年連続の200、アンダとなる205アンダを記録。しかし、首位打者はカービィー・パケットに譲り、 5年連続のタイトルは、ならなかった。ワテ首をはじめとした故障に悩まされて不振に陥り、連続200安打も途切れたが、打率、302を記録する。チームは2年ぶりの地区優勝を果たし、再び、アスレティックスとの顔合わせとなった、リーグチンピオンシップシリーズでは、第1戦で、デーブ・スチュワートから本塁打を放つなど打率、438を記録するが、 チームはまたも4連敗を喫した。は打率332と盛り返す。は、シーズンを通して調子が上がらず、キャリアワーストの打率259に終わった。オフにフリーエージェントとなった。九1992年12月15日にニューヨークヤンキースと契約した。は打率302を残す。は23、232日間に及ぶ長期ストライキの影響で、 シーズンが打ち切られたが、打率342.11本塁打、出塁率433と、前世紀並みの成績を残し、自身初のゴールドグラブ賞を受賞した。は打率324、出塁率412を記録し、チームのワイルドカード獲得に貢献。シアトルマリナーズとのディビジョンシリーズでは、第一戦で本塁打を放つが、 チームは第5戦で逆転サヨナラ負けを喫し、2勝3敗で敗退した。は打率。311で4年連続の3割を記録。チームは15年ぶりのリーグ優勝を果たす。ポストシーズンでは打率。125に終わるが、チームはワールドシリーズでアトランタブレイブスを4勝2敗で破って8年ぶりのワールドチャンピオンに輝き、念願のチャンピオンリングを手にした。 は、先発から外れることが多くなり、自身は104試合の出場に止まった一方、チームはワイルドカードでポストシーズンに進出する。クリーブランド・インディアンズとのディビジョンシリーズでは打率、429を記録するが、チームは2勝3敗で敗退。オフにフリーエージェントとなった。1997年12月9日に、高校時代を過ごしたタンパに本拠地を置く。 新球団タンパベイデビルレイズと契約した。y 40歳を迎え、打率280を記録する。8月7日のインディアンズ戦で6回に2点本塁打を放ち、通算3000本安打を達成。本塁打での達成はメジャー史上初だった。しかしその後に膝を故障し、8月27日を最後に戦線離脱、現役引退を表明した。 現役引退後に最後に所属したデビルレイズ在籍時の背番号12が永久欠番に指定された。ちなみにデビルレイズで背番号12をつけたのはボックスただ一人だけである。2000年もコーチとしてデビルレイズに所属し、1年間のみ務めた。2、野球伝道入りを果たした。その後、2015年12月に、 フルスレッドソックスもボックス在籍時の背番号26を永久欠番に指定することを発表した。ブルックス・ロビンソンにつく12年連続で3類種としてオールスターゲーム出場を果たしている。他にはマイク・シュミット、ジョージ・ブレットも12回出場を果たしているが、シュミットの場合は最後の1年は1類種としての出場であり、2人とも連続ではない。 広角に打ち分ける類いまれなバッティング技術が特徴の高打者だった。同時期に活躍し、アンダ製造機と呼ばれたトニー・グウィンとは共通点が多く、現役時代からよく比較されていた。両者はお互いを意識し合っていた時もあり、ボックスはグウィンの打撃は見た。素晴らしい打者だと述べ、グウィンはボックスの打撃は私たちのようなパワーがない打者が目指す究極型と。 語ったこともある。現役時代はメディアから、ウェード・ボックスはアメリカンリーグのトニー・グウィン、トニー・グウィンはナショナルリーグのウェード・ボックスと並び称され、また、両者は1日違いで通算3000本アンダを達成している。グウィンは悪球でもアンダにする技術を持っていたのに対して、ボックスは悪球には決して手を出さない、抜群の選球眼を持っていた。 1986年から1989年にかけ、メジャー記録となる4年連続200安打、100死球を残している。2ストライクまで行くことが多かった打者であり、カウント別において、2ストライクの打率が0ストライク、1ストライクの打率より良い年も多い。アリーグで2ストライクで最も怖い打者と呼ばれたこともあり、前世紀は巧みな粘りを見せ、 そのまま式を選ぶことも多々あったため、相手投手に球数を多く投げさせた。それにもかかわらず三振は少なく、1988年は719、打席で125四球を記録しながら、三振はわずか34である。レッドソックス時代は、本拠地フェンウェイパークの左翼の狭さと、高い左翼フェンス、グリーンモンスターを利用し、左への流し打ちで、大量の二塁打を稼いだ。 本人も、フェンウェイパーク以上に、私に有利な球場はないと語っており、ホームでの打率が極端に高い選手だった。このため、ヤンキー追跡後は二塁打が激減している。公式戦での本塁打は多くないが、試合前の打撃練習では長打を連発しており、試合ではあえて本塁打を狙わなかったと言われる。 初めてシーズンを通し3番打者で起用された1987年には、それまで最多8本だった本類打を突如24本に伸ばした。それ以前から、レッドソックスの打撃コーチが本類打を狙えば、年間25から30本程度打つ力があると語っていたのを、ほぼ現実のものとした。本類打の少ない選手だったが、打率と勝負強さから、 相手投手からは恐れられ6年連続6回の経営数リーグ1位を記録した。連続記録、回数記録いずれもバリーボンズに次ぐ記録であり1試合3経営のリーグ記録も充実している。また、1985年から1989年にかけて5年連続出塁率リーグ1位という記録も残している。 ポジションはほぼ三塁手専門で、他は一塁手で67試合、外野手で1試合プレーした経験がある。さらに投手として2試合、2.1イニングだけ、登板したことがある。1997年には39歳で初めて、メジャーのマウンドに上り、ナックルボールで1イニングを無失点に抑えて話題になった。守備力は平均以上の能力を持ち、 守備指標の数値も良かったが、名手と呼ばれるほどではなかった。前世紀ではなく、キャリア後半のヤンキース時代にゴールドグラブ賞を2回獲得している。また、前世紀は出塁率の高さを買われて、主に一番打者を務めていたが、盗塁や走塁面に関しては期待されていない選手だった。ルーティンワークを大事にする完璧主義者、迷信家として知られ、 毎試合前に鶏肉を口にし、毎日同時間に起床し、ちょうど150本のゴロを練習で受け、必ず午後5時17分に打撃練習に入り、午後7時17分にダッシュを行っていた。このことから、チキンマンというニックネームで呼ばれていた。また、守備位置とベンチの往復には必ず同じルートを通り、毎打席の前に必ずチャイ、ヘブライ語で、命の意という言葉を地面に書いていた。 女癖の悪さは、球界では有名で、現役時代は、性生活関連で、スキャンダルになることがたびたびあった。1985年には、ある女性と愛人関係になり、スランプに陥ると、パンティを履かずに、球場へ来いと命ていたという。その女性からは1988年に、感情面での苦痛を理由に、約15億円の損害賠償訴訟を起こされている。 また、1989年には、男性誌に、彼は他の女から性病を移されたり、別の女性を妊娠させたりしたと暴露され、不倫騒動に発展した。ヤンキース時代にも性的暴行容疑で訴えられている。前述のように、試合前に必ず同じ時間、17時17分に、打撃練習を始めるという行動をとっていた。あまりに規則的であったため、 あるアウェージアイ試合にて、相手チームが、球場の時計、デジタルで、17時16分を2分表示した後に、17時18分を表示し、ボックスを混乱させるいたずらをしたことがある。あまりにもアンダーを打つボックスに対し、1985年頃に、ミネソタツインズが、二類走者の有無に関わらず、二類ベース上に二類種、または遊撃種が入り、 投球と同時に移動するシフトを取ったことがある。白いユニフォームの選手が投球と同時に動くことで、球を見にくくするという作戦だった。すぐに審判によって禁止されたが、本人はこのシフトについて、面白いとコメントしている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。